はい、シロックマンです。ウルトラボックス5号のですね、はい、すいませんね、こちらですね、ウルトラボックス5号ですね、はい、こちらはちょっとね、今やってるとこですね、はい、ダサイヤス、はい、やってみたい、と思います。シューティングですね、ダサイヤス。タイトル画面の再現力すごいですね、これ。ダサイアスラン。あ、こういう感じか。なるほど。パロディ版のダライアスということで。あ、こっちでもいいのか。ダメージって書いてあるから、一発で死なないんですね。あ、連打できるやん。おしっぱでいけよ、おしっぱで。なんとかファンタジーゾーンみたいな感じやな、画面の感じというかね。当たってんのかこれ。あ、倒した。あ、なるほど。まあ、なかなか面白いですよね。これ一機しかないのかな、ライフがあるってことは。ボスか。ヤリイカ。ああ、こうなった。分裂するのが、弾が。やばいね。やられるね。ああ。こんなやられ方。ゲームオーバー。一機しかないんですね、やっぱりね。なるほど。ちょっと待って。ゲームどうやってやめんのこれ。セレクト。あ、これでいいよね。ラブユービートロロ。
そう探してなんだそれ。千夏がエジプトから戻ってきたのは7月も半ばだったわ。私と茂子は久しぶりに仲良し3人でどっか行こうってことになって、南の島のバカンスに出かけることにしたの。そしてダイビングのライセンスも取ろうってことになって、私たちは島に着くなり浜辺に駆け出したわ。そしたらびっくり。いやあ、こんにちは。久しぶり。元気？だって千夏の彼が友達2人と来てるんだもん。千夏が呼んだんだけど、あの子恥ずかしいから黙ってたのよ。そう、モニターの前のあなたが千夏の彼。あなたたち、ウルトラボックス3号で仲良くなったじゃない。忘れちゃったの？シゲ子と私はちょっと焼けちゃったけど、とにかく南の島のリゾートは始まったの。でも、まさかあんな展開になるとは誰も思わなかったわ。ちょっと読みます、これね。すいません。これか？あ、これ、ドキドキハードルランドですね。ポニーテールですね。女の子を操作して残りハードルがゼロになるまでハードルを飛び越えてください。青い風船を取ると残りハードルが減り、赤い風船を取ると増えます。黄色い風船を取ると1アップします。はい、やってみましょう。あ、これね。これなんか、こう、クリアしたらなんかこう、全裸になる、なんか脱いだりして裸になっていくみたいな、そういうゲームですよ。脱衣ゲームですよ。あ、やられちゃった。いきなりや。でこれ、あの、目の前の女の子のね、衣装を一個ずつね、脱いでいくみたいなね、クリアすることに。で、だんだん裸にしていくみたいな、そういうゲームですね。昔やったことありますけど。昔持ってましたからね、ウルトラボックス全部ね。うん、まあ今もまたね、購入して、今も全部持ってますけど。懐かしいな、これ。めっちゃ懐かしい。まあ、無理して取ることもないね。危険な目を犯したまでして。取れるタイミングの時に取ればいい。だんだん難易度上がっていくんじゃなかったっけな、これ。あぶね。結構長いな。残り1。じゃあ、あれ残機か、残り1っていうのは。ハードルこんな数があんの。ハードルの数多すぎるやろ。
十何本あんの。ワンミスで終わりやからな。多すぎるやろこれ、ハードルの数は。1アップ、1アップ、よし。ハードルの数増えてるやん。どういうこと？あ、これ取ったらあかんね。ハードルも、ハードルちゃう、風船もあるってことか。多分。だからいつまでもやってるんや。取ったらあかんやつもあるんや。赤は取ったらあかんねんな。よし、40になった。そうか、そういうことか。やって意味が分かった。忘れてるな。青を取らないかんねんな。危ね。あと8。やっと殺した。そういうことか。はい。ミニスカート脱ぎましたね。はい。そういうことか。やっと意味が分かった。赤取ったらあかんねんな。増えてまうね、ハードルが。ああ、しまった。ミスった。あ、ダメだ。ゲームオーバーですね。はい。じゃあ終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いします。はい、シロックマンです。ウルトラボックス5号ですね。はい、こちら。はい。こちらはちょっとまぁ、ちょっとリベンジというかね、昨日あんまりやれなかったんで、ちょっと少し、またね、やろうかなと思いますね。はい、続きみたいな感じです。リベンジというか、はい。じゃあちょっと一番やりたいのは、アートギャラリー UB。これですね。これちょっとリベンジしたくてですね。はい。そう、これですね。ハードルランド。はい。そうそう。これ脱衣ゲームなんですよね。はい。下の、正面の絵のね、女の子。あー、しまった。すごい、1アップ取った代わりにやられたら意味ないな。残機制なんですけどね。ハードルのね、数を減らしていってね。青の方がいいんやったっけ？青取った方がいいんやったかな？あー、両方取っちゃったよ、お前。赤あかんねんな、確か。赤取ったらあかんねん。青なんですよね。青取らなあかんねんな。赤ねん。そうそう。あぶね。はい、10取ったらね、多く、ハードル超える数少なくなるけど、また増えてもまうんですね。こうやってね。赤取ってしまうとね。難しいんですよ、これ。そうすれば、0まで行けば、1枚脱いでもらえるというやつね。下の女の子はね。もう同じ子ですけど、これ。やってる子。ポニーテールの女の子はね。1枚脱いでくれると。っていう、脱衣ゲームです。32カート。ね、難しいんですよ、これかなり。これ脱げば脱ぐほど難易度上がっていくんじゃなかったかな。
これ昔ね、やった時もクリアしたことあるんですけど、全裸にしたことあるんですけど、もちろん。相当苦労した思い出がありますね。これ、ウルトラボックス、これ確か、5号と4号にこれ入ってるんですよね、収録されてて。同じゲームがね。あれ？ちょっと待って。もう出てこないよ、補選。あ、でもあと 10個か。昨日は1枚脱がすことができたんですけどね、スカートだけ脱がすことができたんですよね。せめて下着まででもいいから行きたいですね。ジェンダーまでちょっと行くとちょっとね、動画投稿もしにくくなるから、ジェンダーまで行くのはちょっとあれ、あ、スカート脱ぎましたね。下着ぐらいまでやりたいですね、せめて。はい、これ次は多分服を脱ぐ感じになると思うんですけどね。これ赤は取っちゃいけないんですよね。赤はなんとかうまく避けないといけないです。5取りました。はい、あ、10取りたい。10と15取りたい。よし、15取った。15取った。はい、だいぶ減らしました、これで。あ、10あった。あー、しまった。むずいな。またこれ、まあやり直しになるんですよね、やられると。あー、取っちゃった。15、あー、これやっぱね、難易度上がってるんですよ、1枚逃したら。いや、1アップある。よし、ラッキー。今やられたミスをね、取り戻しましたね。はい、ここクリアしたら服1枚脱ぐぐらいになると思いますけど、風船取るのに気取られるのもあんまり良くないんですよね。避けることにこう専念するのは大事なんでね。これも風船出てこないかな、これで。あんまり5取りたいけど。よし、取れた。あー、しまった。あー、難しいな。難易度高いっすね。ちょっとサーカスチャーリーやってるような感じもありますね、これね。ジャンプ飛び越えていく感じのところがね。あー、しまった。10は取っておきたい。あと26。よし、いい感じ。あと10ですね。あ、これも取れるな。よし、取れますね。あぶね。あと3です。あと1。はい。はい、下着になりましたね。はい、これクリアしちゃったら、全裸じゃなかったっけな。全裸ね、やっちゃうとやばい気がするんですよね、このゲームは。どうかな、投稿しにくくなりますよね、全裸になるとね。どうなのかな。これ、ウルトラボックスの中でもかなり好評のゲームだったらしいんでね。視聴者というか、このゲームのファンの人にはね。だから、4号と5号でね、2回収録されたというね。あれもう、重なってるもん、ね。取りにくいね、あんな。あー、しまった。まあ、でも残機いっぱいあるからね。90か、今度。多いな。面白いですね、これ。いや、ほんと。今の絶対取ってしまうやん。やっぱね、ここクリアしたら全裸ですから、難しくなってますよ。危ね。ちょっと今危なかった。57。まあ、あの女の子の絵も可愛らしいからいいですよね。ポニーテールだからね、余計に僕にとっちゃいいですよ。あ、1アップや。でも無理して取らん方がいいな。よし、
危ね。よし、銃取った。あー、しまったー。もうちょっとやったのにな。またやり直しですから、これ。あと9やったのにね。15は取っときたい。よし。よし、今のはだいぶ減ったよ。赤多いときは行かないほうがいいな。あぶね。あー、しまった。あと2やったのに。むずいな、やっぱね。あー、しまった。銃取っちゃった。かなりこれアクションの腕がね、要求されるとこあるね。これ取っ、ああ消えちゃった。ここ消えちゃったよ。あ、これ取れる、だいぶ取れる。よし、よし、よし、いけそう。よし、いけました。これ、ジェンダかな。ああ、胸が出ちゃったね。これ、クリアしたらジェンダなんですよね。ああ、やられた。ゲームはですね、まあ、一応、ジェンダーいけなかったですけど、胸が出るところまで行きましたね。あと、下着のパンツだけだったんですよね。はい。はい、こんな感じのゲームでした。はい。あ、間違えた。はい、あ、いいんか、いいんか、いいんや。夏がエジプトから戻ってきたのは7月も半ばだったわ。私とシゲ子は久しぶりに仲良し3人でどっか行こうってことになって、南の島のバカンスに出かけることにしたの。そしてダイビングのライセンスも取ろうってことになって、私たちは島に着くなり浜辺に駆け出したわ。そしたらびっくり。いやあ、こんにちは。久しぶり。元気？だって、千夏の彼が友達2人と来てるんだもん。千夏が呼んだんだけど、あの子、恥ずかしいから黙ってたのよ。そう、モニターの前のあなたが千夏の彼。あなたたち、ウルトラボックス3号で、仲良くなったじゃない。忘れちゃったの？シゲ子と私はちょっと焼けちゃったけど、とにかく南の島のリゾートは始まったの。でもまさかあんな展開になるとは誰も思わなかったわ。
鶴ひろみさん出てるんじゃん。はい、スタート。ちょっとセーブしとくか。え、部屋どうしたのって。奇遇ね。いや、そう、奇遇ねっていうことはないだろう。もしかして千夏が呼んだのね。実はそうなの。黙っててごめんね。びっくりしたでしょ。なかなか可愛いところあるさん。ポニーテールっぽいね。千夏に気があるのかな。ブヤブヤしてると取られちゃうわよ。母さん、みんな集まって。よし、そろそろ講習が始まるみたいだな。行こう。そうね、行こう行こう。ダイビングの基本はバディ制度、つまり二人一組で潜ること。そういえば女の子と二人で潜って戻ってこないやつもいたな。古谷徹さんの声優ですよね。あの有名な声優さんですよ。ヤムチャとかね、ガンダムのアムロの声とかね、うん、いろいろやってる人ですね。まったくね。いきなり何言うのかと思ったらこれだもんね。ほんと嫌になっちゃう。これ画面ぼやけるのなんとかしてほしいよな、このタブレット。でもみんなそそるよ。でもみんな素敵だよ。え、そう？口がうまいんだから。ミオも単純なんだから。ところで誰が一番素敵なのかな。僕の中ではミオちゃんが一番好みかなって気はするんですけど、この3人の中ではね。ちょっと焼けちゃうな。ねえ、これどうやるの？ちょっと教えて。まあ、それはね、こうやって。おい、お前もうちょっと手伝えよ。分かった、それはね。ああ、言ってるそばからこれだもんね。なんとかしなさいよ。言われても。情けないんだから。男の子はみんなこうなの？私もう付き合いきれないわ。そうよ、本当に。ダメだ。ほっといていこう。そうね、うん。誠に情けないが、期待に胸を膨らませたバカンスはこんなつまらないことで夢と消えた。バカンスは女の子を開放的な気分にさせるというのが、男はあまり開放的になりすぎると良くないそうようだ。僕たちの場合、あんまりに開放的になりすぎて胸だけじゃなく股間まで膨らませていたので、こういう目にあったのだから。ゲームオーバーみたいなもんですね。ん？何これ？パスワード？パスワードわからんよな。一応クイックセーブしといてよかったですね。はい、ロードしましょう。奇遇ね。もしかして千夏が呼んだのね。実はそうなの。あ、この人がやっぱ一番いいか。ポニーテールっぽいしね。前髪パッツンだしですしね。あら、マサルくん、千夏に気があるのかな。ぼやぼやしてると取られちゃうわよ。みんな集まって。そうね、行こう行こう。
スはなんかそそるな。まったくね、いきなり何言うのかと思ったらこれだもんね。ほんと嫌になっちゃう。そそるっていう言い方はないでしょ。嘘だよ、そんなに怒るなよ。嘘だよって、私たちのことバカにしてるんでしょ。いきなり喧嘩しなくてもいいじゃん。ねえ、これどうやるの？ちょっと教えて。ああ、それはね、こうやって、おいお前もうちょっと手伝いよ。ああ、言ってるそばからこれだもんね。なんとかしなさいよ。放っとけばいいって言ったって。無駄にしろ。私、もう付き合いきれないわ。そうよ、本当に難しいなこれ。ほっといていこう。そうね、うん、これむずいっすね。ダメだ、めちゃむずいやんこれ。はい、やめましょう。いや、僕はゲームの中もモテないですね、やっぱりね。はい、もういいや。あー、終わっちゃったよ。おい、それやめるつもりじゃない。カルトクストか。トロロ、トロロって何やったっけ。隣のトロロ、いらっしゃいます。バリスのあれやな、バリス3、はい、グレートソルジャー、何枚あるんやろこれ。パルプンテ、ドラゴンナイトルナ、ドラゴンナイトね。っぽいね、ウィザードリー、薬の海のナディアね。ドラクエですね。ワンダーモモ、薬の海のナディア。あー、これあれやんね、ラムネスって何やったっけ、ラムネ&フォーティーっていうありましたよね、そういうアニメが。プロジェクト A か。ワリスね、ワリスですね、ワリキューレ、お坊ちゃまくんね、これこんなんやろな。これあれですよね、バブルボブルですよね、多分。リリアン、これはまあ、これはイースですね。なんやろな、ピピルって。ウィングマンか、時代を感じさせるな。これパトレイバーかな、ガンマ2分の1。はい。これもバリスですね。ガンマ2分の1。はい。オアトリー。いいっす。キャプテン翼。はい。キャプテン翼ですね。PC ランド。あ、これ大竹誠でしょ、これ。大竹誠のただいま PC ランドっていうね、番組が当時あったんです。あ、大竹誠って書いてありますね。
コズミックファンタジー、ボンバーマンね、はい、守備ビンマン2ですね、守備ビンマン2ね、バリス3、バリス、ダルナとチャム、これもバリスですね、はい、これ何でしょうこれ、はい、ワルキューレ、資料戦線、マニアックやな、めっちゃマニアックですねこれ、資料戦線のイラスト描く人いる、ランマ2分の1ですね、これ1巻じゃなかったっけこれ、コミックスの、なんか確かそれぐらいだった気がするけど、これうるさいやつらですね、桃太郎伝説ターボ、これも桃太郎伝説ですね、ワルキューレ、ドラクエ4、これアリーナですね、ソーサリアン、これもワルキューレですね、これ何かよくわからん、コモデン2、ドラゴンボールですねこれは、はい、ビデオガールね、はいはい、チビビンマン2、これもドラゴンボールですね、桃太郎伝説、はい、これもドラゴンボール、これスーパーサイヤ人か、はい、あよくわからん絵もあるな、うるせえやつら、うるせえやつらね、はい、貫通シュート、これドッジボールですね、クニオくんのリディア、リディア、ミジンコ、これは守備メンマンかな、コズミックファンタジーイース2、これあれちゃうの、ハニーインザスカイちゃうの、めちゃマニアックやね、ミルヘンメイズね、エグザイルね、これマニアックですね、 UB ガールズ、あーこれもあれですよね、ウルトラボックスの 3人の女の子のね絵ですよね、クスト、クストっていうねゲームの、ゲームというかこの あのウルトラボックスの中のゲームのね、ウルトラボックス5、ムーマン、これで終わり、グランプリ発表、今回は各コーナーから審査員の方々に来ていただいてます、では発表、まあいいわ、一応は別にいいわ、これやめるときどうすんのこれ、そのコーナー一つやめるとき、前はセレクトボタンだけでできたのになんかやり方わからなくなってるよそれ、セレクトボタンを押した状態でスタート、全然リセットできないやん、メインメニューに戻る、セレクトボタン、やっぱセレクトボタンがメインメニューに戻るってらしいけどできないよね、全然タイミングによってはメインメニューに戻りにくいことがありますって、戻りにくすぎるやろ、はい、じゃあこのゲームはこれで終わります、はい、ご視聴ありがとうございました、もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いします、この画面がぼやけんのがこれ、このタブレットの欠点ですね。